はい、どうもミッツザブートキャンプのミッチーでございます。はい、皆様、はい、お待たせしました。はい、こいつ一体いつウクレレ弾くんだと、はい、思われてた方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。はい、なんかウクレレやるやると言いながら、なかなかこうウクレレをね、はい、取り出さないぞこいつはみたいな、そんな感じで、お待ちになってた方もいらっしゃるんじゃないかと思います。はい、進捗状況といいますか、はい、ちょっと最近ウクレレどうなったのみたいな感じですけれども、はい、ちゃんと練習してますよ。そのね、ウクレレ買った時についてたこのウクレレ教本を見ながらですね、はい、頑張ってるわけです。ウクレレ教本1週間で有名曲のサビをマスターみたいな、こういうのねありますけど、はい、もうね、まあ少しずつですけれども、最近はこう弾いてますよ、弾いてますよっていうか、まあね、はい、どんなもんなんだと、さあどんなもんなんだという感じで皆さん思われてると思いますが、はい、いやもうなんだろうな、はい、もうただいま練習してますね。この時期にねふさわしい、ものを練習してますよ。はい、レミオロメン3月9日、はい、今日はもう3月も半ばでございますけれどはい、軽くね、どのぐらいに、ね、なったのかっていうのをちょっと皆さんにちょっと、見せなければいけないなっていうのがちょっとありますので、ちょっとね、瞳を閉じればまぶたの裏にいることで、どれほど強くなれたでしょう、あなたにとって私もそうで、そうでありたい。難しい、超むずい。瞳を閉じればあなたがまぶたの裏にいることで、どれほど強くなれたでしょう、あなたにとって私もそうでありたい。あー、こんな感じです。今のところなかなか難しい、難しいですよ。まあまあまあ徐々にですけどね、まあ練習していかないとこううまくはならないんですけど、ちょっとずつですよ。ただいま絶賛練習中です。Thank you.
ジオとかもちょっとやっていきたいんですけど、なかなかこうそういう風にまではね。お恥ずかしい限りです、まあ、でもね、練習しないとどうしようもないんでね、練習中です。本当にただただあるのに、練習あるのに、まあまあ、まあ、お聞き苦しいものばかりでございますけれども、ムームーツツルツツツル麦わらの星の君が揺れた場にこっと見てる、あれはさ、あれはさ、あれはさ、追い出すこと懐かしいと笑られたあの日の恋、もう離れないでこないそう、
少しずつですけどもちょっと練習していこうかと思いますんで、はい、皆様あの期待せずにどうぞお待ちいただけたらなと思います。こうね、ちょっと少しね、上手くなりたいな、練習します。今後はちょっと練習していきますんで、どうぞ皆様温かい目で、応援見守っていってください。ありがとうございました。ミキサーブートキャンプの道でした。